こんにちは、本部事業代表石原です。2020年度版ご誕生ということで、問題番号1個、繰り違ったんです。元の動画では2-5なんですけれども、今回は2-6になりまして、元の動画で言ってますように、ちょっと未成年者の年齢が20から18に、今年からなったために、結果的に足が入れ替わってます。なんで普通にやっていきましょう。1、未成年者 X が親の了解を得ずにホームシアターを買っちまった、ということで、これは、未成年者の親だけじゃなく本人も取引することができる。2つの話が書いてあります。そもそも未成年者がやっちゃいけない取引かどうかということ、やっちゃいけない取引だった場合に誰が取り消せるのかという話になります。で、前もあの動画でやってるように、お小遣いとか、あるいはもともと認められてたもの、下宿代とかですか、大学生の、そっか、今後は大学生が未成年じゃなくなったりして、ややこしいね。まあまあまあ、元のイメージで言うと、まあ高校生で見て、高校生の下宿代とかね、そういう場合については、勝手にできるんですけど、さすがにホームシアターっていうのは多分高いもんだというイメージで、お小遣いで買えないというイメージがあるんでしょう。そうすると、お小遣いで買えないものを勝手にやったから、これは基本的に取り消し対象です。で、ポイントは、動画でもやりましたように、ね、取り消すっていうのは、ね、本人は未成熟だから、相手にされてないんだから、取り消しも本人できないだろうっていうのが最大のきっかけで、そんなことはないよと。結論は、実は取り消すこと自体はいい方向に行くことだから、ね。未成熟なやつなんだから、ね、結果的に有利な取引だろう、不利な取引だろうさせない方がいいと。だから、その取引を消すのはいい方向だということで、未成年者本人も取り消せる。こういうのがポイントなんで、1についてはその通りということになります。まあ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 のレベルの問題です。2、両親が X を代理して、賃貸借契約を締結した場合に取り消すことができる。は？ということで、本人が契約したわけじゃないんですよ。両親が契約したんですよ。両親の契約の仕方として、両親が自分名義で契約すれば、これ何の問題もないね、大人だからね。そして、子供が親の同意をもらって契約すれば、これもいいよね。だって親の了解もらったもんね。そして、動画でやりましたように、もっと親が同意するよりも強い干渉、代理をしちゃう。親が、代理人として子供の名前で契約する。これも全然いいよね。ということは、今回はその代理パターンですから、何の問題もないのに取り消すことができるという足は完全におかしいということになりますね。これは明らか。3、両親から、目的を定めないで処分した、いわゆる小遣いをもらった。その小遣いでブルーレイを買ってきた。この場合、両親だけでなく本人も取り消すことができない。だってお小遣いの範囲だったから、ね。そもそも誰が取り消すかっていうのは後だよね。さっきの問題もありましたね。まずは取り消し対象かどうか、そして次に誰が取り消すか、これはそもそも小遣いの範囲ですから、取り消し対象じゃないんで当然取り消すことはできない。なんかホームシアターとブルーレイあるからなんか一瞬混乱するんですけど、別に大した話じゃない。4、両親に商売より許可を得てやったと。ということはこいつは全知全能の神みたいになっちゃった。そうするとこいつのやった取引は取り消すことができない。それはその通りということで、結論的には足入れ替わりましたけど、そんな難しい問題じゃなくて、はい、周りにはよく読めば、ね、いいんですけど、頭の整理として、ね、契約する場合、両親が自分の名前でやる。子供の名前でやる場合、子供が親の同意を取る。あるいは、もともと親から許された範囲でやる。というか、その、なんか小遣いとかね、営業許可とか、法律を許された範囲でやる。そして最後に、親が子供の名前で子供を代理してやっちゃう。この4パターンかな。があると思うんです。この頭の整理だけしておいてください。以上です。じゃあねー。